iPad で YouTube を開いています。この YouTube、 それをオーディオソースとなるようにアンプにつなげて、自分の自宅の 4344M で大きな音でも鳴らせるっていうことですね。いい音で YouTube の音を楽しめるっていうことです。ピンケーブル、それから充電ケーブルがついていました。これが本体になりますね。 Bluetooth のレシーバーになります。私がこの商品を買ったあの決め手となるのが、このピンケーブルがついていることです。これでですね、CD プレイヤーとかそういったアウトプットと同じ役目で、このまま通常のオーディオの接続ということができますね。これを私は、プリメインアンプの方につないでいきます。とても軽くてね、小さな四角い製品で、これで本当にいい音が鳴るのかなっていうような印象です。これがオーディオ端子になりますね。今スイッチが入りましたね。これがですね、 Bluetooth のベアリング状態だと思いますね。待機状態って言いますかね。説明書もついておりましたが、日本語ではないような感じというか、そんな感じでしたね。大体接続も難しいものではないので、こういった感じで眺めていて、こうですね、この漫画を見ることで大体接続はこんな状態でつくんだなっていうのがわかります。充電ケーブルですね。この部分に、電源を挿すようです。これはですね、12時間充電、満充電された時に12時間作動するようですね。起きている時間はずっと聞けるっていうぐらいの充電ができますね。で、毎日充電が切れてもこうやって挿しておけば、充電しながらでも使えるようです。これはですね、製品にはついておりましたが、私が家にありました手持ちの、充電ケーブルですね。USB が挿せるような状態になってますね。これはダイソーとかね、携帯を充電するAC アダプターを皆さんお持ちでないでしょうかね。綺麗ですよね。私の iPad の、Bluetooth の部分を設定の方から入っていって、ここで ML200 って見えました。これがこのものですね。で、今 ML200 を選択しました。ML200 のところは今、ここがですね、接続になっていますね。ということで、今もうこのBluetooth のレシーバーに、つながっているっていう状態で、さっきと点滅の仕方が違いますね。点滅が遅くなって青い光だけになってるっていう、これでベアリングができた状態ですね。それではですね、私のプレミアムアンプ、ですね、ラックスマンの 509S の後ろのラインセレクターからあらかじめ出していたケーブル、これを今つないでいます。しっかりね、最初なんでつないでね、接点がしっかり電気を流れるように今ねじってましたね。今これで挿した状態ですね。アンプスタンバイしてますね。はい、ではもう一度電源を再投入してます。 Bluetooth レシーバー、
すでにもう青の点滅が遅いのでベアリング完了した状態ですね。これで今 iPad とつながってます。私は今のこの LINE2 というところにね、LINE の方につなげてます。iPad の YouTube でね、今、再生しました。音が出ていますね。ちゃんとこう入力されてアンプの針が動いてます。思ったよりですね、音がこもってなくて、本当クリアでしたね。自然に音が出てます。もっとモコモコっとした音かなって思っていましたが、いいですね。ちゃんと iPad で YouTube をつなげた音が、オーディオスピーカーから出ているっていう状況が作れました。割とですね、低域の押し出しとか輪郭っていうのがはっきり再生されていますね。この YouTube は私が録音したものなので、あまりちょっと音質が良くないんですが、それでも音がいいなっていうのが分かります。あと何曲かですね、もうちょっと音源が音がいいものを流しますので、皆さんも参考にしてみてください。Thank you.